媚びてんじゃねえの。俺たちがなかなかなびかないから。まずは吉田に取り入ろうって魂胆なら筋が違うな。けど増えてきたよね、杉先生を慕う生徒たち。俺たちも杉先生のこと杉ちゃんって呼ぼうよ。うん。って言うとでも思ったが、なぜ君がここに。え、三人で密談しているところになぜ君が。密談だったのこれ。てか友達だろ俺たち。マラソン大会も無事終わってすっかり俺たち友達なわけないか。けど杉先生頑張ってはいるよね。最初と比べると随分先生らしくなったと思うし。吉田、甘い気持ちを持つと見えるものも見えなくなる。情に流されるんじゃない。